2022年、11月18日、先ほど の電波について2です。淡井圭介より電波について2、ホームページ淡井圭介より歴、いや、ブログなんですけども、そちらの14番のところの電波についてのところからアクセスできるようにもしておきます。先ほども電波についての話の続きなんですけども、昔僕は20歳ぐらいの頃にフルーツラバークのところに集まっていた人たちとか、もちろん国会議員の方たちとかいっぱいいらっしゃいます。で、その電波で攻撃された件について、まずメーカーの所長とか部長とか課長とかそれぐらいの役員じゃない人たちがまず裁判所に出されて証言まずさせられるんですよね。そこの証言でもええわっていうような形で物事進むんですけども、上から言われましたで、よし君たちの仕事は仕事じゃない、証言はそれでいいと、あとは役員やっていうことで、取締役会や代表取締役会の方は行ってテレビ作ったやろとか、そういう話になるんですよ。向こうが被害者側やぞ、どうすると。で、昔僕が言ってた内容が、いちいちテレビにそんな機能をつけていたら、で、テレビの価格が上がっちゃうでしょ、それの損害賠償請求とかでやられっぱなしになるでしょって、そういう話があるから、もう今その辺の話したら電波でも攻撃してこなくなるんですけども、衛星で電波攻撃してきたら、もう一回これもう報道ステーション見てる時に今年証言しましたからね、11月上旬ぐらいかな、10月下旬かどちらかですよ。衛星他国だろうが何だろうが被害者が勝ちますからね。最悪衛星一部も貸してもらいますような話になりますからね。世の中効率よくなったな、これで石油の消費量を抑え込めるわって、そんな話をね、昔からしていて、そのうちからもう、法務省からドラフト1位で、裁判員制度で裁判員として選ばれるんちゃうかと、そういうふうな話がね、当時から囁かれてたんですけども、僕はその頃現場で走り回っていました。その頃がね、サンパレス六甲ぐらいで働いていた頃、竹中平蔵さんがサンパレス六甲に来てぐらいで、2002年の頃ですね、日韓ワールドカップがあって、で、秋から仕事がたくさん入ってくる、披露宴の予約がみたいなところで、こちらは人材派遣会社の人間として、僕の方で面接して、シフト作ったりだとか、20人分ぐらい行っていたという頃ですね。もういっぱいいっぱいになってましたね。正直ね、一人で20人もそう簡単に管理できるかって言ったら、管理なんかできません。みんな各自で自分の働いた時間しっかり覚えといてよって。ちゃんとサインして、確かその時もね、サイン。ちゃんと、記録をつけて、副写になってますから、1枚自分で持って帰ってっていうことですね。はい、そういうことです。電波に関してと、あとこの話からどう広がるかって言ったら、日本の家電メーカーも全部一旦メーカーから切り離してオールジャパンっていう体制にしたらいいんですよ。そしたら海外の方たちが日本製なのかどうなのか、これで分かりやすくなるんです。本当に海外の人たちからしたら、さ、東芝や三菱や日立とかシャープ、パナソニックとか、パナソニックさんもね、もともとナショナルっていう名前だったのに会社名変えたりするから、そんなこと自分の国の人間ですらみんなそんなことなかなか覚えられないのに、他国の人間がそんなこと分かんない、どこの国製品なのか分かんないっていうところで、だから韓国の方の、LG さんでしたっけね、あとサムスン電子さんとか、サムスンとか、ああいった、どちらにしてもサムスンなんですけども、名前コロコロいろいろ付け足したりしても、本当は一つの会社でしょって、そこに全部賃金の支払いとなかったら、あなたたちの働かせてた会社は全部そこに請求いきますよって、これ世界中どこでも同じなんです、しっかり覚えてください。
まあね、その、サムスン製なのか、LG 製なのか、日本製なのか、韓国製なのか、いろんなものが並び始めたら、お客さんの方がどれ買ったらいいか分かんない。それと、テレビに関しても、本当にシンプル化した方がいいのと、あと、ハードディスクドライブの記録なんですけども、やっぱりチャプター編集できた方がいい。その方が重要なところだけが残るから、記憶する容量はもう少なくて済みます。正直ね、128GB ぐらいなんじゃないですか。覚えていられる量、人間の方で。テレビの録画の、内容等々。まあ実際僕の使ってるものが 1TB ぐらいですかね、ハードディスクドライブ。で、そのハードディスクドライブが登場した時も、電気屋さんに聞きに行った時に、この HDD って意味ハードディスクドライブでいいんですよねって、昔はフロッピーディスクとかあったんですよ。それから、CD ロムになって DVD になってブルーレイ、まあ光の反射云々とかその性能とか上がったりしてるんですよね。で、それで記憶できる容量を増やしたりだとか、まあそういったことになるんですよ。だ、ハードディスクドライブは中で多分ブルーレイが回ってるんだと思うんですけども、そこに記録をしたりしてるんだと思われます。同じようなことをテレビに出て、羽鳥慎一のモーニングショーという番組が、テレビ朝日系列で行われてるんですけど、朝の8時から。まあそういったところで、説明を話しに来てくれた人がいました。まあそういうことです。あとね、やっぱりプロに行かなかったらね、僕もシャープエンジニアリングさんで2ヶ月か3ヶ月ぐらい働かせてもらって、で、家電の修理うんぬんとしたことはあるんですよ。だから洗濯機とか普通のタイプの昔ながらの洗濯機でやったら、修理できます。で、時空機がどうなってるかも分解したことあるか分かります。あれ中で錆びていってます。本当に。そこも金属消滅するところです。本当に。で、まあね、型式全部メーカーも揃えてしまえば、いちいちね、洗濯機新しく買い替える必要なくなってくるんです。あんなものね、基板と時空機なんか早々消滅するものじゃないから、はっきり言って一生ものですよ、洗濯機。本当は。壊れたら基板を交換したり、スイッチのところだったらスイッチを交換したらいいんです。スイッチのところなんかパーツで315円ですからね。基板、洗濯機関係だったらまあ5000円から8000円ぐらいですかね。シンプルに作ったらいいんですよ。そしたら安くなる。で、部品もあんまり使わなくて済む。ということは生産工程であんまり、石油や石炭、ガス、ウラン鉱の、消滅を防げるっていうことなんですよ。だって洗濯機いちいちあんな重たいものを自分で持ったらわかるでしょ。運ぶのだって大分燃料使うし、それだったら人間が修理しに行ったらいいでしょっていう話なんですよ。ただお客様側の立場に立って言いますけども、皆さん誤解のないように言っておきますよ。それはパーツ代であって、出張料金でだいたい3000円ぐらいはかかります。そこに消費税が込みです。で、人件費がまあ3000円か5000円ぐらいかかってきます。あとは修理の方たちが修理のそのスケジュール、まあ近い距離近い距離で、時間詰めていって、まあ僕が働いていた時はそうだったんですけども、まあお客様の意見を聞いてる限りでは多分この部分が故障してるんだろうなと思われる部品だけを持って、あんまり持っていきすぎたら、車の中がものすごい数のパーツになるから、まあそういうような形で、仕事してたんですけども、効率性悪くなったらね、あれなんで、やっぱりみんな修理する方向でね、できるだけ物事を進めたらなと思います。もうテレビの話も分かったと思います。思うんですよ。画素数上げすぎたら容量増えすぎるから、記録しておく媒体の方がいつまで持ちこたえれるかの話になって、変な開発競争になるんですね。皆さんちょっと話長くなりましたけども、どうもご清聴ありがとうございました。皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。